思いのすべてをかける青春。全9チームで12ラウンドを戦う D リーグ。その開幕戦、キレッキレのダンスで脚光を浴びたダンサーがいました。たくみくん、21歳、リーグ最年少のチームリーダーです。普段は早稲田大学で法律を学んでいます。欧米の判例の違いというか、雇用関係法って全然違うダンスと。リーダーのたくみくんはダンサー以外にも様々な役割を担っているんです。それは自ら構成や振り付けを考え、作品に合わせた楽曲を制作します。その歌詞が入るタイミングを8小節あと。視聴者が見る映像の撮り方まで考えています。それぞれに担当者がいるチームが多い中、たくみくんは四刀流で引っ張る珍しいリーダーです。チームの先頭に立ち、ここまで9戦を戦ってきました。ところが、待っていたのは結果の出ない日々。日本中からトップダンサーが集う D リーグで、審査員の印象に残る演技がなかなかできずにいました。だんだん鳥肌が立っていくような感じで見せてほしかったな。一個の作品としてのストーリーを感じたかったなっていうのは正直な思いとして僕はあって、本当にダンスを踊りたくないぐらいまで行った。やばい、先月練習を覗いてみると、これまでの雰囲気とはまるで異なるダンスに取り組む姿が。眠っている人が動き出しちゃっているっていうようなストーリーなんですけど、世界観にのめり込んでほしいなと思ってます。結果が出ずに悩み、時には夢の中でも踊っている。そんなたくみくんの苦悩そのものをストレートに表現することにしました。その理由はある特別な体験にあります。ニューヨークのアポロシアター、あの有名な、自分にとっては衝撃的なあの瞬間があるから、ダンスなんかずっと続けられてるなっていうか。ジャクソン5やスティービーワンダーを輩出したエンターテインメントの殿堂。16歳、無我夢中で挑んだ世界最高峰の舞台で優勝、大喝采を浴びました。みんな終わった後スタンディングオベーション、全員立ってくれるみたいな。何が一番自分のその喜びかって考えた時に、そのお客さんに何かこう感じ取ってもらえるっていうのが一番理想だなっていうのに。見ている人の心に届いたあの日のダンス、ストレートに自分を表現する、原点に立ち返っての再挑戦です。思いを乗せたステージが幕を開けます。
サイバーエージェントレジェット。ダンスに込めた匠くんの思い、審査員の評価は、すごく見応えのある作品になったと思います。すべて物語も伝わってきた、作品だったと思います。でもね、もっと見たかった、もう終わっちゃうのっていう感じでもっと見たいで終わらすのがベストだなって、まんまとかかってる見る人の心を動かすステージを見せた匠くん、結果も過去最高の成績でした。このためになんか頑張ったからやったなってすごい思いました。はい、どんなものをダンスで伝えて届けていきたいですか？単純なこう身体能力のすごさだけじゃなくて、感情がすごい怖いとか、それこそ美しいとか、そういう感情を見てる人から引き出したいなっていう思いが強いので、ダンスやったことない人にも響くようなダンスっていうものを届けられたらいいなと。